それでは今日の試合のハイライトをご覧いただきます。まず第一マッチは琉球は丹羽有信ペア、 TT サイナマがチョン・ヨンシク平野のペアの対戦となりました。このゲームいかがでしょうか。そうですね、お互いに非常にいいコンビネーションでですね、もうゲーム序盤から内容が良かったですね。はい、いいラリーもたくさん見れましたし、本当にレベルが上がってきましたね。第1ゲームは11対9で TT サイナマペア、そして第2ゲームも11対8でチョン・ヨンシク平野のペアが取りました。第1マッチのダブルスは TT サイナマペアが取っています。そして第2マッチのシングルス琉球アスティーダはチェン・チェンアン、TT サイナマがウォン・チュンティン。ここも、ダブルス同様ウォン・チュンティンの動きが非常に良かったですよね。そうですね、今日の試合においてはですね、もう全ての技術において安定感が抜群でしたね。はい、このチェンを揺さぶりながら最後はこう決めていきました。ゲームカウントは3対0でウォン・チュンティンがこのゲームを取っています。そして第3マッチのシングルス琉球アスティーダ三輪航輝、 TT サイナマがジョン・ヨンシクの対戦となりました。この第3マッチのシングルスも非常にラリーが多かったですし、はい、非常に速い卓球でしたよね。凄まじい速さでしたね。はい、このラリーの速さがですね、もう世界最高峰のラリーですね。世界ランキング9位の丹羽と世界ランキング23位のチョン・ヨンシクの対戦、ゲームカウント3対0でチョン・ヨンシクがこのゲームを取りました。そして第4マッチのシングルス琉球アスティーダチョン・チーワン、 TT サイナマが吉村真晴の対戦となりました。第1ゲームはチュアンがこの吉村を圧倒いたします。しかし第2ゲーム、第3ゲーム、第4ゲームと、この第2ゲームから3ゲーム連続で吉村のペースに変わっていきます。このゲームはいかがでしょうか。そうですね、第1ゲームはですね、サービスの質も悪くてですね、うまく波に乗れませんでしたけども、はい、2ゲーム目から非常に、いいサービスがですね、出せるようになり、なおかつラリーもですね、コース取りも良くなったことが勝因だと思いますね。今日の試合は琉球アスティーダと TT サイナマの一戦は4対0のストレートで TT サイナマが勝利を収めています。さあ松下さん。